それでは計算基礎学1の第8回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回は可換換の基本的な定義の復習をしました。そしてユークリッドの誤助法とそれから拡張ユークリッドの誤助法について説明をしました。で、今回の内容は以下の通りです。まず前半では拡張ユークリッドの誤助法の性質についていくつか紹介したいと思います。で、後半では拡張ユークリッド誤助法の応用としまして今回は方逆円の計算を扱いたいと思います。それではまず拡張ユークリッドの誤助法の性質ということで、テキストですとセクション 4.3 ですね、53ページから始まっていますので必要な人は確認をしてください。で、ここではテキスト の 4.25 っていう定理をについて説明していきたいと思います。今 R はユークリッド正規としておりました。で、S と G を R の元としております。で、これまで そのユークリッドの誤助法や拡張ユークリッドの誤助法と同じように序用のついた序断に、よってですね、このラムダ、0以上のラムダに対して R の1から R のラムダプラス1までの数、これは常用ですね。それから Q の1から Q のラムダというのは小の方、これをこれまでのユークリッドの誤助法や拡張ユークリッドの誤助法と同様に定めます。で、それからとその拡張ユークリッドの誤助法に出てきます S0 から S ラムダ1と T0 から T ラムダ1というのも同様に定めます。それからと Ri と Qi についてはこれまでのそのユークリッドの誤助法や拡張ユークリッドの誤助法とこう同じように定めております。で、あと Si と Ti につきましてはこれはその拡張ユークリッドの誤助法のようにですね再帰的に定めております。そしてアルゴリズム拡張ユークリッドの誤助法ですね、 EA の主力として、D と S と T を出力するようにしております。で、主張はここからで、この時次には成り立つんですね。その前に一応 TI と QI という行列がありまして、 TI はこの拡張ユークリッドの誤助法に現れるこの SI や TI を並べた行列、それから QI はこの乗用の際に出てくる小を使った並べたこういう行列ですねというふうに定めておきます。で、この時にこの定理の主張は次は成り立つというものです。性質としては5個あります。まず最初の A としまして、これ F と G ですね、このちょっとこれちょっと見づらいかもしれませんけど SI と TI をこう縦に並べたものをかけた多項式ですね。で、これがまず RI になりますと。それから次はこの F と G にこの上にありますこの TI という行列を右からかけるとそれがその RI と RI プラス1の組になりますというのがまず最初の性質です。で、次に2番目の性質はこの行列 TI ですね、行列 TI が実は行列 T0 と Q1Q2…QI の積で表されると、に等しくなると。で、しかもこれが T0 をがなくなってもですね、Q1 から Qi の積としても表せるというのが2番目の性質です。3番目の性質は、これ任意の i に対して、この Ri と Ri プラス1の GCD が D に等しくなると。D は、これユークリッドの誤助法もしくは拡張ユークリッドの誤助法のアルゴリズム数学ですけれども、この GCD に等しくなる。最終的に、あとは F と G の GCD も等しいというものです。で、4番目の性質は、この TI ですね、行列 TI の行列式がですね、これは行列式の定義に従うと、TI の行列式っていうのは SI×TI プラス1マイナス SI プラス 1×TI になるんですが、これは実はマイナス1の i 乗に等しくなると。で、したがって、SI と TI は互いに素という性質も導かれるというものです。で、最後の、5番目の性質は、F がですね、マイナス1の i 乗かける、この Ri, Ti プラス1マイナス Ri プラス1 Ti に等しい。それから、G はマイナス1の i 乗かける Si, R の i プラス1マイナス Si プラス1 Ri に等しいと。そういう性質です。
ということで、ここではここから主な性質をですね、順番に説明、証明を見ていきたいと思います。まず最初の A の性質ですね、この SI と TI に、だからこれは F×SI プラス G×TI が RI になるとかですね、それから、この F と G を並べたものにこの行列 TI をかけると、これ RI と RI、それぞれ RI プラス1になるという性質なんですけれども、これは実は前回の授業で証明しました、拡張ユークリッドの誤助法の定理の1番目の主張そのものですので、そちら、証明はそちらの方を参考にして、参照してください。で次に、2番目の性質で、この TI が T0×Q1、Q2×Qi の積に等しく、かつ、これは Q1×Qi の積に等しいっていう性質なんですけれども、まず、機能法で示します。で、i が0のときは明らかですので、これはちょっと各自で確認しておいてください。i が0ですから、s0、t0 と s1、t1 ですね、t の0が。で、あと、q の0ですか。そうか。この場合は t の0だけですね。ですので、t の s0 や t0 や s1、t1 の、定義から明らかになり立つものは分かると思います。で次に機能法の仮定として0から i まで主張が成り立つとしますと、この時に、TI というのが、Q1 から、QI の積で表されます。で、この時にその TI と QI プラス1の積を実際に計算しています。TI は、こちらですね。それから QI プラス1はこちらです。それを計算すると、こういう形になるんですけれども、そうすると、この2行目の式で、第1列は SI プラス1と TI プラス1。それから第2列はこういう式なんですが、これは実は SI、TI の定義から SI プラス2、TI プラス2になることが分かります。ということで、この形っていうのは実はラージ T の i プラス1の行列になっていますので、このようにして、その i プラス1の場合も示すことができます。で、次の C ですけれども、これは2の i に対して、Ri と R の i プラス1の GCD は D に等しい、それからそれも F と G の GCD に等しいということなんですが、これはユークリッドの誤助法の最初の定理で、説明示した性質の通りですので、そちらを確認しておいてください。で4つ目の性質ですけれども、4つ目の性質は TI がですね、TI の行列式ですね、TI の行列式がマイナス1の i 乗になるということなんですが、これはまず T0 の定義を確認していただくと、T0 の行列式は1になることがわかります。それからあと、これ QI の行列式ですね。これ i の値に関わらず QI の行列式っていうのは必ずマイナス1になるということは、この形からわかるかと思います。ちなみにそうですね、たすき掛けで積を取ると、その 0×-QI が0で、で、マイナス1×1 ですね。ですので、QI の行列系は常にマイナス1です。で、先ほど示した性質の B からですね、TI っていうのは Q1 から QI の積であることは示されておりましたので、その行列式に関しては、TI の行列式っていうのは結局、その各 Q1 から QI の行列式の積で表されます。ということで、これはマイナス1の i 乗に等しくなります。はい、それで、あと最後の性質なんですけれども、この F が、このような形ですね、それから G もこのような形で表されるということなんですが、これはですね、その性質の A から、その F と G にですね、この TI をかけたものが、それぞれ R の i、R の i プラス1に等しくなりますと、こういう性質がありました。
で、これをですね、その F と G に関する連立方程式と見まして、例えばクラメルの公式などで使いますと、解をエクスプリシットに表すことができますので、この形が導けると思います。ですので、ここはちょっと皆さん各自で、ちょっと実際に方程式を解いて計算をしてみてください。はい、ということで、今回の性質、有機、拡張有機という情報のですね、性質の紹介は、大体以上のところです。ここまでよろしいでしょうか。